テレ東。20日午後6時9分ごろ、宮城県で最大震度5強の地震が起こったことを受け、気象庁は一時宮城県に津波注意報を発表しましたが、明確な津波は観測されませんでした。この地震を受けて宮城県亘理町は2500世帯以上およそ7000人を対象に避難指示を出しました。一時100人以上の町民が自家用車などで避難したということです。避難指示は午後7時50分ごろ解除されました。また宮城県塩釜市では住宅街で崖崩れが起き、土砂が道路を塞ぎました。警察などによりますと、これまでのところ怪我人や建物への被害は確認されていません。一方、仙台市内では地震の影響で水道管にひびが入るなどして、複数の地点で地上に水があふれました。仙台市水道局によりますと、復旧工事に伴い市内のおよそ20世帯で一時的に断水していますが、21日朝までには復旧する見通しです。